部長です。紬だよ。これで挑む準備は整ったな。ただやれるかどうか。それでダメだったら、いや、やるしかないか。とりあえず半分までは減らしたいな。あんまり強くなった感じしないな。まあ強くなったといっても極端な上昇はないからね。なさそうだ。今のところは結構当たらずに来れてる。追い込まれたか。でも状況が変わった。セフネが。ここからは空に落ちてか。となると、でやっぱり今度はこれまで見てきた空の。となるとここも4体出てくるはず。まあ1体ずつなと言ってもこの量だが、十分にかわすスペースはある。だね。よし、ゲージはあんまり減ってないけど。となると全て倒しても最後にまた何かが。そうだな。そんな感じするね。で、ここまでか。まだまだかかりそうだな。よし、こいつも倒した。で、最後は油断か。ちょっとまだきついな。と言ってもまだアップグレードできる余地はあるんだよね。見た感じもなさそうだが。いや、まだマップが開示されてないところに行ってみるよ。まずはこの上。ここはボス戦だったところか。確かね。で、この上が開いているので、アップグレード用のアイテムが見えるな。やっぱり行ってないところは開示されないんだ。となると他も期待できそうだな。ってことだね。で、ここからは船も強化しないと。でも矢の本数か。今はボスを倒すこと考えると、素直に船の強化に行った方がか。じゃあ他も調査だ。ではこの上のところ。ここも以前は行けなかったところだな。今はクラウドショットです。あ、クラウドショット前提だな。行こう。ちょっと早かったな。でも1回ぐらいのダメージ。まあ進むことが目的じゃない今は。さて、ここは真ん中のは気になるけど、やった体力。これで少しは生き延びられるようになるな。じゃあ次だ。ここは島としてはインバネス島ね。で、上に行かないとか。登るの失敗だな。でもやり直しかの。次こそは。また同じ失敗してるな。もそこにこだわらずともクラウドショットでいけそうだな。いや、せっかくだし。よし、でここから素直に下に行けばいいだろう。で、そうか。よし、やった。で、どうする。ここはお金で。でもこっちも。それに期待するのは場所限定だぞ。こっちにしとくか。まあこれでショップの強化の方がいいだろうしな。やっぱあのボス倒したいし。では気になっていたこの下も。ここはシンプルだな。全滅させればいいだけね。もうこれで終わり。お金がなくなったな。純粋にどれを強化するかか。これは違うからな。で、矢の強化を選んだか。
まだ行けるところあるから。ここも全滅させればってところか。デモ屋がなくなっちゃったな。よし、チャージ攻撃を増やす。さすがについてはないから当てるのが難しいけど。だな。なかなか苦戦してるな。うまくいった。チャージして壁登りでか。あれも技だね。10金が2000も。それを取るか。確実に攻撃力アップのために。でこれでいけそうなところは一旦で。スカイシティか。そこで強化だ。では買い物。まずは純粋に。これで前半戦は多少楽にだな。もう一回いけるかな。いけるな。出残りがヘルスポーションかな。それが限界だな。これ以上お金集めるのもきついから、それで終わりにしよう。35か。初期に比べれば十分強くなった気がする。だな。ジャーマドってボスだ。ではその前に今のステータスは。せっかくだし見ようか。何気に攻撃力13もあったのか。矢の方はそこまで強化してないけどね。アトアックスブレードも一応。残り4つか。これも見えないところにあるんだろうな。となると隠し通路か。その可能性はあるよね。さてこれでどうなるかだな。ここまではそこそこ。できれば船に乗るまで去りたくないな。出ます。まあしょうがない。よし、でも悪くない感じで来てるかもしれない。でもこの位置は失敗だな。とりあえずここ。さて問題はここからだ。ここはあっさり。超えられるか。今のもったいない。もっと早くか。これは使わない方がいいかも。よし、この後油断するなよ。弾が消えてないからね。でこいつか。確か画面端で。早々衝撃でさらに弾を出してくる。で追い込まれたな。逃げ方が良くない。できるだけ近づいてくるときに反対へだな。そこが塞がれてるから大変なんだよね。うん、でもいけそうな気がしてきたな。もうここからの強化はほんときついからね。よし、ここもできた。あと1回は耐えられた。空の戦いもおそらく最後。しかしゲージを見るとまだまだありそうだな。まあこれで全ての終わりってことにはならないだろうね。ここのタイミングでこれはきついな。うまくの人たちもどうでもない。なかなか難しいよ。でももう追い込んでいるはずだから、このまま次に行きたい。だな。よし、やはりゲージは残っている。問題はこの後だ。まだ空戦が続く。ダメージ取れてるけど。どんな攻撃が来るか。で、なんか食べられた。ここでセーブか。もしかしてここから新たに探索？
動けるのか。動けるけどなんか遅い。それに出口も上っぽいんだけど。ならクラウドショットか。それもね。とコスト。クレイバードからか。しかしなんで。確かにここに手紙が届くのはおかしいな。戻した。で。これはスノートとグレイバードが助け出そうとしてるのか。内容からするとだけど、テナント張ってきてるな。この二人。スノートとグレイバード。結局無理だったか。でもなんかこの展開。これは以降すごいって認めてるってことか。このタイミングか。励まし合ってるな。手間が何か来た。で、こいつは？コバだったか。なんか楽しんでる。これガバの持ってきたやつか。効果持って。ということはこれを攻撃してみて。いけたか。倒した。しかしこの高さから。コバは目を開けてるんだけど。とりあえず最後の彫像が破壊されたが。生きてる。これで終わりか。最後までゴバは落ち要因だったか。あんまり会話はなかったけどね。とこれは旅の思い出か。そんな感じっぽい。ツアーガイド。そういや落として倒したんだったな。とこれはスノーブの店。クレイバードはまた旅に出たか。こいつは旅を継続か。コバは相変わらずマイペースだ。これは神羅島のビフォーアフターね。というかこの本手昔話になっちゃった。ここまでのようだな。そしてエンドロールね。じゃあここまでだな。いい気分転換になった。攻撃方法やアビリティは少なかったけど操作性に関しては悪くなかったな。だね。あともう少し違う種類のアイテムはあってもよかったかも。そういう意味ではかなりシンプルなゲームだったな。ただアビリティに関しては他のと違って面白かった。クラウドショットとか壁登りなんかは。まああれは探索の難易度を下げてしまうからな。でもありな気はしたね。これだとクリプトカストリアンも期待できそう。あれは平面になってるやつだったな。まだ発売までもうちょっとかかるけど出たらやるんだな。そうしよう。